マルセロ・ダニエル・ガジャルドは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州、メルロ出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者、ポジションはミッドフィールダー、その小柄な体から、エルム・ニエコの愛称で呼ばれる。ガジャルドは、1992から93シーズンに、CA リーベルプレートでキャリアを始めると1992年から1999年までの間に、 リーグ戦109試合17得点を記録し、アペルトゥーラで1993.1994、1996.1997年の4回、クラウスーラで1997年に1回優勝を経験し、コパリベルタドーレス1996のタイトルを獲得した。1999年に AS モナコに移籍。中盤でリドビク・ジュリとパートナーシップを形成し、 最初のシーズンで28試合8得点を決め力を示すと、翌シーズンはリーグアント,トロフェでチャンピオンの2冠達成に貢献。マルコシモーネ、ファビアン・バルテズ、ウィリー・サニョル、マルタン・ジェトゥ、パブロ・コントレラス、ジュリ、フィリップ・クリスタン・バル、ラファエル・マルケス、サブ・ディ・ラムシ、ダビド・トレゼゲ、ヨン・アル・ネリーセといった数多くのビッグネームたちと共に、モナコで素晴らしい時を過ごし、 また、ガジャルド自身は、リーグ案年間最優秀選手賞を獲得したことで、スター選手の一人として認識された。しかし、モナコでの3シーズン目2 0 0 1シーズンに新たに、ディディエデシャンが監督に就くと、関係をうまく築けなかったため先発の座から、たびたび落ちるようになり、2002から03、シーズン終了後に、クリスティアン・パヌッチ・やシモーネのように、 デシャンとの船下から対談を余儀なくされた。モナコで102試合18得点を記録した後、フルスの CA リーベルプレートに戻り、首相として 2004C で優勝した。2007年1月、遺跡金非公開の2年契約でパリ・サンジェルマン、FC に加入。1月7日、参加ラレーで勝利したクープ・ド・フランスのニーム・オリンピックでデビューし、1月13日の バランシェンヌ FC 戦でリーグ戦初出場をした。PSG で1シーズン過ごした後に契約解除し、アメリカ合衆国 MLS に活動の場を移した。2008年1月29日 DC ユナイテッドに初の特別指定選手制度選手にして、クラブ史上最高年俸となる187万ドルで加入。また、これは、 ロサンゼルスギャラクシー所属イングランド代表 MF デビットベッカムの650万ドル保証シカゴファイヤー所属メキシコ代表 FW クアウテモクブランコの267万ドルに次ぐ2008年 MLS 全体で3番目の給料を受け取った4月5日のトロント FC 戦で遺跡後初得点を記録七月十七日と十九日にスポーツヘルニアの手術のため 1> 約1ヶ月戦線離脱した。2009年2月、DC ユナイテッドを去り3度目となる、フルスの CA リーベルプレートに復帰した。2010年、ウルグアイプリメーラディビシオンのナショナルモンテビデオに入団。2011年6月12日、現役最後の試合となった1から0で勝利した、ディフェンソールスポルティングとのチャンピオンシッププレイオフでは、66分から、 途中出場しピッチ上で優勝の歓喜を味わった。現役引退してから数日後にナショナルモンテビデオの新監督として雇われ、2011から12シーズンのリーグ戦のタイトルを獲得してクラブを去っていった。2014年にフルスリーベルプレートの監督に就任すると早くもコッパ、津田メリカーなを優勝、翌年には 自身がプレイし優勝した1996年以来となるリベルタドーレス杯の優勝をもたらした。2018年には決勝ではベンチ入り禁止処分となっていたが最大のライバルチームであるボカを下して監督として2度目のリベルタドーレス杯をもたらした。2019年も準決勝でライバルボカを下しチームを決勝に進出させたが決勝で ブラジルのフラメンゴに1の2と破れ連覇を逃した。1994年のチリ戦で、ダニエル・パサレラ監督率いるアルゼンチン代表デビューを、果たし、マルセロ・ビエルサ監督のもとで 1998FIFA ワールドカップと 2002FIFA ワールドカップに出場。前者では3試合、後者では出番がなかった。クラブ、個人代表クラブ エマントナン・エル。アフェア・ガイアード。ガイアード。パルティール。レイニア。デショム・スラムド・バイ・ガイアード・アズ・リオン。クローズ・イン・オン・タイトル・モナコ。ガイアード・ウ・デショム・エ・ビー。ガイアード・イズ・ユナイテッド。エス・ハイエスト。ペイド・プレイヤー・エバー。スポーツ・ヘルニア・サージェリー・ォーニユナイテッド・プレイヤーズ。ガイアード・ SL テクニコ。トヨタカップ大会パンフレット 1996P27。マルセロ・ガイアード。 t-h-e-f-i-n-a-l-b-a-l-l.com 2018年7月15日閲覧マルセロガジャルドサッカーウェイありがとうございます